どうしても欲しいのならば、奪うためのエネルギーだ。わしと勝負しろ。
城も様変わりしたものだな、ベルダーナのルシオ。かつて栄えし王国も今やこの有様、名もなき古城に過ぎませんな。何を言う、愚者の王国は滅びる宿命だ。お前の選択に間違いはない。あなたにそのような言葉をいただけるとは。ですが評議員殿、あなたほどの方がなぜ我が城まで。思いを確かめに来たまでだ。思い？とある男の思いだ。世界を守ろうとした一人の男の名。そう、漆黒の魔導士よ。このままでは近似の行使も時間の問題。それはお前にとって不都合なのではないかな。お互いにとってこの世界の人間などもはや何の益もないはずでしょう。それがお前の答えか。ええ、必ずやお見せいたしましょう。未だ希望を抱きし人間ども、その希望が絶望に塗り替わる瞬間を。お前と同じように心待ちにしていよう。評議員殿、あなたはどこまで面白い。Thank you.